カラマは、アメリカ合衆国ワシントン州、カウリッツ郡にある都市、ロングビュー大都市統計地域に属する。2010年国勢調査によると、人口は2344人。ジェームズ・ W ・フィリップスは、著書、ワシントン・ステート・プレイス・ネームズにおいて、1871年、ノーザン・パシフィック鉄道のジョン・スプラーグが、インディアンの言葉で、可愛らしい乙女を意味する、カラマから名付けた。 としている。他の話として、ガブリエル・フランシェールが1811年にカラマ、川の河口にあるインディアンの村について記述を残しており、その村がトゥラカラマーと呼ばれていたとしている。カラマは当初ネイティブアメリカン、特にカウリッツ族によって建てられた。1853年に行われたエズラミーカー、一家による入植が西洋人初の入植として記録されている。 ミーカーは翌年にプヤルアップへ引っ越したが、彼が請求した下げ渡し地の権利は、デーブンポート市へ売却され、彼と数名の入植者がこの土地に住み続けた。1870年代初頭には、ノーザンパシフィック鉄道の調査員が、カウリッツ軍を訪れ、コロンビア川沿いに、理想的な終点を発見した。カラマの4マイル南にある、マーティンズブラフにおける土地下げ渡し請求の、 交渉失敗により、ノーザンパシフィック鉄道は、カラマ周辺の土地を700エーカー購入し、ここに新鮮の終点都市社を設置することとした。その後、カラマの人口はノーザンパシフィック鉄道の従業員によって急増した。カラマの街並みカラマの街は、ノーザンパシフィック鉄道によって開発された。1870年5月に非公式に工事が始められた。 同鉄道会社は、カラマの町に、積み荷場、製材工場、カーショップ、円形機関車庫、転車台、ホテル、病院、商店、住宅を建設した。1870年の数ヶ月間で、労働人口は約3500人に達し、町には、テントや酒場、蒸留所、賭博場が新たに建った。さらに、鉄道会社の採用担当は、 サンフランシスコに赴いて中国人労働者を雇用した。中華街も同時にカラマに移転し、現在ではチャイナガーデンズと呼ばれている。1874年初めには人口が5000人に達するほど発展していたが、1877年に本社がタコマへ移転すると700人まで減少した。カラマが非公式に法人化したのは1871年11月29日。 翌年から1922年までカウリッツ軍の軍長所在地であった。また、1883年からはコロンビア川を渡るノーザンパシフィック鉄道の鉄道連絡船がゴーブルまで運行されていた。この連絡船はポートランドに鉄道橋ができる1909年までの間、この地域の重要な交通手段であった。改めて説明すると、カラマが創設されたのは、 ノーザンパシフィック鉄道のジョン・スプラーグの投資によるものであり、同社は1870年5月にカラマ川の川口近くに太平洋線の支店を設置することを決めてカラマを創設した。この投資によって、同社はピュージェット湾へ向けて北進する線路の建設を開始したが、結局同社の破産によって建設はタコマまでで中止された。 工事は1871年4月におよそ800人によって開始され、5月には非公式が持たれた。そして、タコマカラマ間の定期運行が1874年1月5日から開始された。また、ポートランドハンターズ線もほぼ同時期に完成し、1883年の秋にはノーザンパシフィック鉄道の大陸横断観光式典が モンタナ州ヘレナで開催された。さらに、翌年10月には、全路3本、長さ110メートルの鉄道連絡線が、コロンビア側での運行開始25周年を達成した。ハンターズは、ゴーブルから一枚ルミナミへ下ったサンリ島の南端に一致している。しかし、タコまでの強い潮の影響によって、運行時間はしばしば超過しがちであったため、出発地は、 サンディ島北端のゴーブルへと変更された。この連絡船は客車であれば12両、貨車であれば27両を一度に輸送することができた。セントジョセフカトリック、教会セントジョセフカトリック教会は、カラマタコマ間の鉄道運行が開始された1874年に建設された。地理情報システムにおけるカウリッツ群のデータによると、総面積は3.5平方マイル。 週刊高速道路5号線の27番、30番、32番出口からアクセスが可能。この町の工業地区は川沿いに立地しているが、商業地区は5号線の東側に立地する。住宅地は町の東にある丘の上に立地しており、コロンビア側の壮大な景色を楽しむことができる。夏は涼しく乾燥しており、月平均気温が摂氏22度を超えることはない。 ケッペンの気候区分によると、カラマの気候は、地中海性気候に分類される。モンゴメリーハウスモンゴメリーハウスベッドブレックファストは1908年に、カウレッツ族の土地に建てられた家である。2009年に、ドキュメンタリー映画、モンゴメリーハウス、完璧なお化け屋敷で取り上げられた。2018US、ギャザティアファイルズ、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 2020年2月16日、閲覧。ジェームズ・ W ・フィリップス、ワシントン・ステート・プレイス・ネームズ、ピコグラム、69、バージニア・アーシャ、JKM26 ・リバーズ、ザ・ストーリー・オブ・カウリッツ・カウンティ、ピコグラム 93AB、A グループ・オブ・カラマ・レザデンツ、ミーツ・ツー・オーガナイズ・ポート・オブ・カラマ、オン・ディセンバー・22、1919。 www.historylink.org.2020 年5月24日閲覧。バージニアアーシャ、j k m 2 6シックスリバーズ The Story of Cowlitz County、ピコグラム九十三9 3 http:www.Bryan894x4.com、ルイサンド・クラーキックスプロアラー、html、アクティブ。 ショートラインズインザパシフィックノース・ウェスト、ハット ABCDE ・アン・ラスター、カート・オーファン・レール・ロード・ザ・レール・ロード・カムズ・ツー・シアトル、1953-1911、プルマン・ワシントン、ワシントン・ステート・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、27 29, 44,、29、44、99、ISBN0 から874221862、マッカーサー、 ルイ,ルイスエル・イスエル・マッカーサー、オレゴン・ジオグラフィック・ネームズ、ポートランド、オレゴン、オレゴン・ヒストリカル・ソサイティ・プレス、ピアニッシモ、431、ISBN0 から875952771。ありがとうございます。